人生は変えられる石井隆です。今回は南海トラフ地震、可能性が高い上位3つのシナリオ公開というテーマでお話していきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回なぜこの動画を撮ろうと思ったのかというと、 南海トラフ、南海トラフとは言うけど、実際にじゃあどんなシナリオが考えられるんだろうと、その可能性が高い3つのシナリオって何なんだろうというふうに思ったからです。南海トラフっていうと、なんか南海トラフで起きるということは分かってると思うんですが、じゃあそのどのあたりっていうので、結構パターンで変わってきますよね。その最新の AI では、どこが一番危険なんだろうどこを震源とするシナリオがあるんだろうということを今回僕も知りたいというふうに思ったので、ぜひ皆さんに同じ情報をシェアしていきたいというふうに思います。 南海トラフと一言で言っても広いですよ。どことじゃあ、可能性が高いのはどこなんだということをね、3つだけでも念頭に入れておいていきたいと思います。意外とこの上位3つのシナリオっていうテーマってなかったと思うんですよね。なので、今回改めて知っておきましょう。3つのシナリオ。その1、高知県沿岸地震シナリオです。これがね、よく南海トラフで言われている四国の南の方で、 が震源としてみたいな、なんか南海トラフっていうイメージと合いますよね。なので、まあ、ここのシナリオなわけなんですけれども、まあ、これだと震源地が高知県沖で、まあ、特に被害があるのが高知市、都佐市など、こういったね、沿岸地域に甚大な被害をもたらすと予想されています。この南海トラフ地震というのは、1707年の放映地震、1946年の昭和南海地震といった例があるんですけれども、 今回、南海トラフ地震が今後30年間で起きる可能性というのは70%から80%と非常に高い確率で予想されています。その中でもこの高知県沿岸地震シナリオというのはとても高いとされています。高知県沿岸地域に住む皆さん、この3つのシナリオ、どれも危険ですけれども、特に高知の沿岸に住んでいる方というのは、いつ地震が来ても逃げられるようにしておいてください。AI による予測では、高知市、都佐市などの沿岸地域では、 津波の高さ10メートル以上に達するという可能性が高いとされています。そして、家屋、インフラにも莫大な影響が及ぼされます。さらに加えて津波の到達時間がとても短いということですので、もう地震が来たらすぐに避難をするというのが大切です。 具体的な対策としては、避難タワーの建設、早期警報システムの導入というのが進められてはいるんですけれども、もちろんそれは行政の仕事なので、それよりも自分でね、常に逃げられるような体制を敷いておいてください。では3つのシナリオ、その2、愛知県東部地震シナリオです。これは、震源地が愛知県東部に位置して、特に豊橋市、豊川市、岡崎市などが甚大な被害を受けるということが予想されています。 南海トラフって言われて、これ東海地震じゃないのというふうに思ってしまうかもしれないんですが、これも南海トラフ地震と呼ばれるものの、一つの震源地ではあるんですよね。この愛知県東部というのは地震活動がとても活発で、過去にも大規模な地震が発生しています。AI の最新予測データによると、愛知県東部地震、今後30年間で発生する確率は60%とされています。とても高いです。特に注目すべきは、豊橋市、豊川市、岡崎市ということなんですが、 この地域っていうのは住宅地が密集していて、地震の発生の時には建物の倒壊、火災のリスクが高まります。そして愛知県東部、河川も多いので、地震ともなって堤防の決壊、浸水のリスクも高いとされています。愛知県東部の皆さん、東海地震には警戒するけど、南海トラフにはそこまでという方も,もしかしたらいたかもしれないんですが、これもね、まあ、広い意味で南海トラフ地震の一つなので、愛知県東部シナリオというのを思っておいてください。では、三つ目のシナリオ。 静岡県中部地震シナリオです。なんか南海トラフっていうと、愛媛県とか高知県とか、なんかそっちの四国の南みたいなイメージって正直持ってる人多いと思うんですが、この静岡県中部地震というのも、これも南海トラフ地震の一つだというふうに思うんですよね。震源地が静岡県中部で、静岡 やいず、藤枝市。ここが甚大な被害を受けると予想されています。この静岡県中部っていうのは、日本でも地震が発生しやすい地域の一つとされています。最新の調査では、南海トラフ地震の発生確率が高まっていて、この地域も大きな影響を受けるのではないかとされています。静岡県中部の皆さん、南海トラフは自分たちには関係ないと、まあ、思ってる人少ないか。いや、でもいると思う。やっぱ南海トラフっていうイメージだよね。言葉のイメージからして、四国とか、なんかそのあたりっぽい。まあ、 あと、和歌山とか、そのあたりっぽいようなイメージがあると思うんですが、静岡県の方も、これは南海トラフの一部ですので、ぜひ警戒してください。この静岡、焼津、藤枝というのは、地震が発生した時に建物の倒壊、火災、そして津波もリスクが高まっていきます。静岡県の中部というのは、海岸線が長いので、津波の影響を受けやすい地域だということなんですね。静岡県中部の皆さんは、この静岡県中部地震シナリオについても頭に入れておきましょう。 今回は南海トラフ地震の3つのシナリオということで、高知県沿岸地震シナリオ、愛知県東部地震シナリオ、そして静岡県中部地震シナリオという、この3つのシナリオについてお伝えしました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。